して最後の一本の喜びを持って来てくださいそしてまた夕方の礼拝を感謝いたしますどうぞ私たちの伝える礼拝が神との深い交わりをもたらし一人一人が霊的な回復をしまた命にあふれることができるように主のこの時間を祝福してくださいあなたを愛しますイエス・キリストの皆で感謝してお祈りいたしますアメンI'm not gonna be
せる少なく出せる素晴らしい素晴らしい素晴らしい
Thank you.
ちょっと私たちこの方を生きて入ってでも行くというのはどこか行くんだね、本当の私たちのところに立ち返る。私たちはともすると自分の弱さを見せたくない、自分をかっこよく見せようとして仮面をかぶって宗教的な立派な姿をしたり、また良い人を演じたり強い人を演じたり、そういう演じている仮面の場所にイエス様はいない。本当の弱く足りない、そして汚れ、そして神を必要としている本当の私のところにイエス様はおられる。そこへ行くんですね、私たち本当の心に立ち返って、そして主に出会うことができるようにしばらく悔い改め、そこに立ち返ってほしくなりましょう。そして女性たちにあなたは形で現れて、私たちに現れてくださることを心から感謝いたします。主どうぞ私たちの本当の姿を通してなっていってください。心を開いて私を入れてほしいと言ってください。その主と出会ってくださることをしてほしい。心柔らかにし、神様の中が聖霊を迎えることができるように、聖霊に満たされるように、主をあなたがお与えください。心から感謝します。あなたを愛します。イエス・キリストの皆で心から感謝しております。アーメン。またどうぞご祈りください。少しずつ立ちましょう。天の道を作り返し神を信じています一人の私です。キリスト信じます。天地を作り神を信じています一人の私です。キリストを信じます。主の聖霊に宿る乙女マリアより生まれ、ピラトと共に苦しみ十字架に捨てられた。死を見るためによみがえる
皆さんと一緒に、皆さんと一緒にモーセの実会と、ヤベツの祈りを告白したいと思います。このモーセの実会を告白する教会っていうのは、少ないそうですね。あんまりないと思ってたらですね、先日ある女性の牧師先生の話を聞いて、私たちの教会は、モーセの実会を告白します、で日本では珍しいと思います。私たちぐらいだと思います、そう言ってました、ただそう思ってるだけで私たちもですね、もしかしたら、モーセの実会を大切にして、告白する教会がないと思うのかもしれません。神の愛のことがこうすると不幸になるよ、これをしてはいけない、不幸になるから、これをしなさい、したら幸せになり成功し祝福される、それが実会の愛の言葉なんですね。ヤベツの祈りは母親によって、悲しみっていう名前を付けられて、運命付けられて、もう祝福されない、そんな、ヤベツがですね、祈りによって運命が変えられた。皆さん、私たちは祈ったら変えられます。もちろん神の御心を祈ることですけど、皆さん、この愛の言葉と、この、ヤベツの人生を変えた祈りを一緒に告白したいと思います。まずモーセの実会です。はい。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたはあなたの神、主の名を御なりに唱えてはならない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。アーメン。続いてヤベツの実感。はい。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名を付けた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の気遣いを広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。そこで祈ります。天のお父様、不幸、悲しみを運命づけられたヤベツ、祝福してください。地境広げてください。共にいてください。災いから遠ざけてください。そう彼に祈ったら、神は彼の願ったことを叶えられたと思います。主よ、どうぞ私たちもあなたが祈りに応えてくださることを信じて、今日も祈り賛美をし、またあなたに応答していきます。礼拝をいたします。主よ、どうぞ今日のこの礼拝のひとときが祝福された時となりますように。主よ、一人一人があなたと出会い、またあなたと共に深い部分からの安息を得ることができるようにお願いいたします。インターネットで礼拝する人たち、また遅れている方々、どうぞ、全ての教会に変わる人たち一人一人を覚えてくださいますように。祝福をお与えくださる神様に期待し、愛するイエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんばんは。一緒に礼拝できることを感謝したいと思います。新しい1週間、期待しております。まあ、先週はあまりにも中身のあるというかね、とっても忙しい1週間でした。朝の午前中に説教の準備をして、そして午後に会議をして、それからチラシを、折ったり折ってもらったりして、第一、この毎日チラシを1500枚用意しました。皆さん折ったことがある方は分かると思うんですけど、500枚で1人1時間かかるんですね。でそれが1500だから、もし1人でやったら3時間、それから伝道を3時間しました。そんなに、普段でさえも忙しいのに、どうして伝道するんだろうって、思ったらですね、
私は杉原千畝さんの姿を思い浮かべたんですね。命のビザを変えた、もしビザを出してあげたら、そのユダヤ人は殺される運命なのに助かるんですね。手が動かなくなるまで変えたっていうんですね。なぜ？あと一人救えるかもしれない。杉原さんの思いを私は、重ね合わせるかのようにね、あと1枚チラシを配り、あと1分伝道したらですね、救われる人が起こされるかもしれない。まあ私は本当に命を懸けて、この伝道していきたいな。皆さん、それはですね、牧師だけの仕事じゃないんですね。皆さんの人生すべてが、伝道するために生かされている。なぜならば、永遠の命を受けて天国に決まってるんです。皆さん、今日イエス様を信じる人はアメンって言ってください。アメン。その人たちはみんな天国行ってるんです。 100% じゃあすぐ行ったらいいじゃないですか。でもなぜまだ残されているのか。それは伝道するためなんですね。その一回だけの人生を私たちが捧げていく、まあ、自分の人生が豊かになり、そして祝福されたら、ということもあるんですけどね、うまくいかない。大体今から、つまり伝道という目的を私たちが持ったなら、神はそのために力を与え、賜物を与え、祝福してくださるんですね。皆さんがどうぞ、このクリスマスの時期、誰かに伝道する。一日一伝、少なくとも一人に伝道する。できなかったらどうしたらいいか祈ってください。そして誰か一人のポストに、チラシを投函してみてください。もうそれだけでも、やらないより全然いいですね。皆さんが、そのような、本来の姿に立ち戻るように祝福いたします。今日はですね、イエス様の誕生の告知という、題を持ってお話したいと思います。まあ、一人の女性が主人公になりますが、まあ、しかしですね、クリスマスというのはいつどこで誰に起こるか分からなかった。突然起こったんですね。今はある教会では4本のろうそくをここに立てます。そして今日アドベント第一っていうんですね。まあ、アドベントっていうのはね、アドベンチャー、冒険から来てるんですね。イエス様は天を捨てて冒険家として来られた。まあ、冒険のようですね。神を離れるって離れたことない。そしてこの地上で救いを完成する。まず1本目、2本目、3本目、4本目。それがクリスマスなんですね。今私たち分かってるんですね。あ、あと4週間だな。でも当時は分からなかった。でも待っていた。でも私たちもこの姿勢が大切ですね。日本でリバイバルが起こる。多くの人が救われる。あるいは、イエス様がもう一度来る。これを再臨と言います。セカンドカミング。これを私たちは待ち望むものでありたいと思います。クリスマスを思うときにですね、そうやって待ち望んでたんですね。いつ来るかな、来てほしいな。突然来られた。皆さん、まだまだ来ないなと思わないでください。突然イエス様が来られると、そう信じます。さあ、ご一緒にですね、今日はイエス様の誕生の告知、まあ、一人の女性の物語から学んでいきます。ルカの福音書1章26から30、この5節交互に読んでいきたいと思います。26、28を私が読みます。27と29を、皆さん声を揃えて読んでみてください。最後の30は一緒に読みます。まず26から読みます。説教要約のこの上の方に載っておりますので、皆さんどうぞ目を留めてください。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。皆さんお願いします。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、選ばれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこのことからひどく怖くて、これは一体何を言われたのかと考えた。最後ご一緒に、すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。アメン。
2つのポイントからお話をしたいと思います。まず第一には、この、誕生の告知の背景、どんな背景があったか。まあ、一般には受胎告知という言葉もあるんですけど、誕生の告知といった方が一般には分かりやすいので、そういう言葉を使いました。その告知の背景は何か。まず26節。ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。エリザベス、まあ、親戚のおばさん、まあ、おばさん、年を取ってたんですね。なぜならば、ずっと結婚してから子供が与えられなかった。でも、妊娠したんですね。その6ヶ月目に、今度は、マリアっていうかね、一人の処女のところに来た。御使いガブリエルが一人の処女のところに来た。そして告知したっていうんですね。で、場所はどこだったか。場所はガリラヤのナザレっていう町。ナザレ。まあ、よく歌とかですね、ナザレとイエスとかですね、名前聞くと思いますけど、まあ、これはですね、どういう名前なんだか。まあ、もちろんユダヤ人たちは知ってますけど、ルカの福音書はギリシャ人に向けて書かれたんですね。ギリシャ人に向けて書かれたから、まあ、そのギリシャ人たちが分かるように、そのパレスチナの地域を知らないということが前提で、そこにナザレという町を、記した。この少し前を見るとですね、エルサレムの神殿での出来事が書かれてるんですね。そして、急にナザレの町へ移ってるんですね。つまりこれはですね、突然場面が移っている、違う場面のことがここから語られているということなんですね。で、このナザレっていうのはですね、旧約聖書にも出てこない、ユダヤ教の経典タルムードにも出てこないようなですね、まあ、偏僻な町、おかしな町であった。ヨハネ1章43節を見ると、ナザレから何の良いものが出るだろうと言われるような、偏僻なおかしな町だった。だからその偏僻なおかしな町に、御使いが来た。神が来てくださった。だからこの地の果て、世界の地の果ての、日本にまで神は来て、私たちを救ってくださった。皆さんのところにまで来てくださった。神様は、私たちを愛しています。そして私たちが救われたことを感謝いたします。皆さんどうぞ、私たちのところに来てくださったお方に感謝していきましょう。主は、ナザレという町に来られた、偏僻な町であった。それを、馬鹿にするようなナザレ人って言われたんですね。イエス様はそれを良しとされた。少し前にはですね、ガブリエルという、先ほど出てきたエリザベス、おばさんの、旦那さん、ガブリエルに現れてですね、あなたの奥さんはバプテスマのヨハネを産むよ、そうやって言われました。その6ヶ月後、今度は一人の処女に現れた。今日の主人公は、この一人の処女です。次に27節見てみます。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。この処女は、マリアさんだった。ヘブル語ではですね、ミリアムって言うんですね、ミリアム。イスラエルでは結構多い名前です。ミリアムさん、マリアさんっていうとですね、結構、その名前の人がいるんですね。じゃあこの、マリアさんのところに、ガブリエルが来たときは何歳ぐらいだったか。13歳から14歳だったんですね。中学生ぐらいです。イスラエルではこの頃成人するんですね。まあ、日本は遅いですよね。やっと、政治の参政権が、18に、折れた、そして18歳が成人にしようとしています、どっちがいいんでしょうね。体はもう十分大人です。13、14。しかしまだまだ心は子供ですからね、日本では慎重です。でもイスラエルでは13歳、14歳、中学生でも子供を産むよって言われたんですね。当時ですね、どうやって結婚相手を探したか、まあ、私たちは自分が好きな人と結婚しますけどね、
イスラエル、ユダヤ人だったらね、皆さんどうだったでしょうか。お父さんが決めるんですね。で、息子の場合はですね、ちょっと聞いてくれるんですね。パパ、僕はね、優しい、綺麗な人がいいよ。そうか、分かった。で、お父さんを探してくれる。でも、多少しか聞いてくれない。じゃあ、女性だったらどう？全く無視ですね。女性の意見は 100% 無視してお父さんが決める。よし、あの子と結婚しなさい。もう、はいと言うしかなかった。それが当時の文化です。父親同士が合意したらですね、このお父さん、夫になるお父さんが、奥さんになる人のお父さんに花嫁料というのがあるんですね。花嫁料を払ったらそこで結婚が成立するんです。で、結婚してから1年間は、夫婦関係を持てなかったんですね。まあ、婚約期間でも法律的には夫婦なんです。で、もしだからこの1年の間にですね、他の男と関係を持ったらどうなるか。姦淫の罪で、犯したとみなされてですね、石打ちにされた。まあ、実際そういうことがあったと思うんですね。イスラエルからは悪を除かなきゃいけない。まあ、今の日本でもしこれが適用されたらですね、どれぐらいの人がね、罰せられて、あれ、半分ぐらい、半分もいなくなっちゃった。まあ、わからないですけどね。まあ、これが聖書が教えることなんですね。悪は除かないと。皆さん、それはですね、罪っていうのはそれだけ厳しいものなんだ。罪を甘く見ちゃいけないんですね。そしてその罪を許すためにイエス様が十字架にかかったんですね。罪というのは死をもって償わなきゃいけない。それをイエス様が代わって受けてくれた。皆さん、そのことを感謝するならばアーメンと言ってください。アメン。まあ、こんな罪じゃなくてもね、どんな罪でも罪は罪ですからね。まあ、そういう文化であった。じゃあこの1年の間にですね、じゃあなんか問題があって、じゃあまだ婚約だから破棄しよう、できないんです。婚約破棄は離婚しかできなかった。まあ、それがですね、当時の文化だ。そしてもう一つですね、この、ダビデの家系から生まれるっていうのがあったんですね。イエスはダビデの家系から生まれてくる。また福音書を見ると、ヨセフ、夫ヨセフはダビデの家系であったと書かれています。じゃあルカを見るとどうでしょうか。マリアさんもダビデの家系であったと書かれています。二人ともダビデの家系だったんですね。ルカ3章23節、イエスはおよそ30歳で人々からヨセフのことを思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡ってと書いてあります。ヨセフはヘリの子である。このヘリっていうのはヨセフのお父さんじゃないんですね。マリアのお父さん。でもなぜヨセフのお父さんって書いてあるか。イスラエルの系図ではお父さん、父系、父系で示すから。本当はマリアと書きたいところをヨセフの子と。エリはヨセフのお父さん、義理のお父さんの名前が出てくる。マリアは出てこないんですね。だからこれがですね、条件だと。ダビデの家系からキリストは生まれる。だから聖書っていうのはね、はっきり言われている。そしてその通りになると。皆さん、この一つ一つを見てください。注目してください。ダビデの家系に生まれるよ。そしてダビデの家系で生まれたよ。皆さん、なんでこれを言ってるんでしょう。聖書の言葉は正確だよ。一点一角落ちないで必ずその通りになるよ。皆さん、私たちがですね、命をかけていいもの、それは唯一聖書だって教えてるんですね。皆さん、どうぞ。私たちは人の言葉、人は信じたいけど信じられないことありますよね。結婚っていうのは契約ちぎりですからね、永遠のものです。でも好きで結婚しても別れることもある。詐欺っていうのもありますよね。絶対に儲かりますよ。でも騙される。皆さん、人は信じられるものではありません。誰を信じたらいいんでしょうか。神様ですよ。唯一神様だけです。
じゃあ人はどうしたらいいか。人は約束を守りたくても守れない弱い人だから、その人を愛していく、許していく。ですからこれが私たちのですね、人間関係です。信じるのは神様です。人は愛する存在だ。さあちょっとずれてしまったようですけど、ダビデの子孫からなれば聖書通りになった、いうことをですね、見てきました。これが背景です。次に2つ目、告知。誕生を告知した、イエスが生まれるという誕生の告知。2番目ですね、御使いが登場します。28節御使いが入ってくるとマリアに言った、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、おめでとう。御使いガブリエルですね。この6ヶ月前にはガブリエル、ザカリアという人に、ガブリエルが来たんですね。ザカリアの時にはもっともっと言葉が複雑だったんですね、多かった。でもマリアの時は単純ですね。いきなりおめでとうですよ。いきなり13歳の女の子がおめでとう、あなたは救い主を産みます。でこのおめでとうっていうのはですね、シャロームって言葉なんですね。まあ、シャロームっていうのはですね、こんにちは、こんばんは、さようならも入るんですね。まあ、一緒に言ってみましょう。シャローム。はい。シャローム。イスラエルに行くとですね、朝、私はこのラウンジに行ってですね、ユダヤ人たちに、ボケとって言いますね。まあ、ボケるっていうのは朝、眠いから、なんかボケてるんでね。ボケーっとしてるからボケる頭部なのかな、それは違います。頭部の良い、ボケるっていうのはモーニング、朝ですね、良い朝です、グッドモーニングと同じ意味です。でもシャロームと言ってもいいんですね。朝も昼も夜もシャローム、そしてさよならもシャローム。でこのシャローム、おめでとうっていう意味もあるんですね。いきなりシャロームっていうことなんです。あなたは恵みを受けた。次にこの恵みを受けたっていうのはですね、どういうことかというと、与えなしに一方的に与えられるっていうものです。給料は、まあ、皆さんお仕事したりですね、何か、頑張った分だけ報酬を得る。それは、報酬って言いますね。給料、1ヶ月30万、50万。日産の元 CEO のカルロス・ゴーンはですね、何十億、まあ、人によって額は違いますけれど、それは報酬です。恵みって何か、何の仕事もしていない、何のもらえる、ことをしていない、そんな存在なのに一方的にもらってしまった、良いものをいただいた。ではそれが恵みです。つまりマリアは何か選ばれる理由はなかったんです。美しかったからとか優しかったからとかね、何か良、かったから選ばれたんじゃない。一方的にわからないけど神が選ばれた。だからこれが恵みです。そして私たちも同じです。皆さんもですね、理由はわからない、でも神様が選んでくれたんです。あなたを大好きだ、あなたを愛してるよ。結婚するときもそうやって選びますよね。あなたを嫌いだけど結婚しましょうって言わないんですね。あなたが好きです、あなたと一緒に生きていきたい、もう結婚した人はそうやってね、言ったか言われたか、プロポーズがあって、神の選びも、そうですね。でも理由はないけどあなたを愛している、選んでくれた。理由はわからないけど神はマリアを選んだ。そうやってですね、マリアはイエス様を誕生させることになったんですね。理由はないけど恵みの選びだった。じゃあこの見つかりの言葉を聞いてどう反応したか。29節。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。まずですね、ザカリア、バプテスマのヨハネの方はですね、その言葉を聞いたときにどう思ったか。ザカリアはバプテスマのヨハネのお父さんです。不安を覚えて恐怖に襲われた。まあ、いきなり天使が出てきたら、ユダヤ人たちはもう死ぬって思う。ですね。不安に
覚え、そして恐怖が襲った。じゃあマリアはどうだったか。ポカーンとしてたんですね。え、なんで、もう何が起こっているかわからない。ザカリアは恐怖を覚え、マリアはポカーンとしてた。何が違ったんでしょうね。続いて天使は励ましの言葉を語りました。3節。すると御使いが言った。怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。天使は怖がらなくていいよ。ザカリアにもマリアにもそうやって語りました。皆さん、それが神様ですよ。怖がらなくていいよ。大丈夫だよ。心配しなくていい。で、ザカリアに対してはですね、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのですって言ったんですね。願いが聞かれた。願ったんです、実は。バプテスマのヨハネが生まれる前に。私たちはこんなに年を取りました。でも、結婚してから子供が与えられていません。欲しいんです。お願いします。だいぶ経ってから、天使ガブリエルが来て、あなたの祈りが答えられた。その時にですね、恐怖を覚えたんですね。本当に神様の願いを聞いてくれるんだ。まあ、おそらく信じてなかったんでしょうね。もう祈っても無駄だろう。でも答えられたの、本当それを恐怖に感じた。しかしマリアはポカンとした。なぜか。考えたこともないし願ったこともないから。13歳の中学生の女の子がね、私イエス様の母にならせてください、そんなこと祈るわけないし、考えたこともない。なんでですか。いや、なんでですかとも考えない。何のことかわからなかった。マリアはポカンとした。まあ、それがですね、今日の箇所ですね。それでは結論を話します。このマリアさんっていう人は、まあ、普通の女の子でしたね。まあ、皆さんと同じように普通の可愛らしい女の子。しかし、このマリアさんを誤解する人たちがいるんですね。どんな誤解があるか。まず第一、無限罪という誤解。無限罪って何かって言ったら、罪が全くない人だ。現在というのは原因の罪と書きます。オリジナルシン、罪の原因っていうかね、神を信じない、神を捨てた、その罪をみんな持ってるけどマリアだけは持ってなかった。東方西方教会、特にカトリックはですね、マリアには罪がない教えるんですね。でも私たちは何て考えるか。マリアは特別に選ばれて恵みを受けたけど、私たちと同じ人間だというふうに言えるんですね。ヨハネ19章25節。イエスの十字架のそばにイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエス様のそばにこの4人の女性がいた。マグダラのマリアというのは罪深い女性、汚れた女性だ。過去でも許されて、多く許されて、多くイエス様を愛した。その罪深いマリアとこのイエスの母マリアが一緒にいて、イエス様の十字架を見ていたっていうんですね。皆さん、一緒なんです。罪深い女性であってもマリアさんであっても同じクリスチャンなんです。聖書はそういうふうに教えます。使徒の中の一章十四節を見ると、婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。皆さん、マリアさんはですね、祈られる場合ありますよね。アベマリアだったらまだいいです。おめでとう。でも、マリア様ってお祈りする場合ですね。聖書はそんなことを教えてません。マリアも祈ってた。私たちと同じ人間であった。イエスの母マリア、および兄弟たちと共に、皆心を合わせて祈りに専念していた。皆さん、マリアさんは13歳で選ばれ、そしてその生涯、イエス様を産むという、祝福に預かりました。でも同じ、私たちと同じ、女性であった、姉妹だった、そういうふうに見えるべきです。罪があったんです。無限罪ではありません。2つ目、処女性。
マリア様はイエス様を宿す時も宿す後も、まあ、宿す時までは主婦であった。出産した後まで主婦だった。男性を知らなかった、経験していなかった。まあ、ところがですね、こういうことを嫌う人がいるんですね。これは乙女という言葉を間違って訳したんじゃないか。まあ、乙女って若い女の子でも男性を経験した。でもそうじゃない、聖書は少女だった。一度も男性を知らない。だから罪のないお方としてイエス様を宿すことができた。これ大切なことですね。だから罪のないお方としてイエス様を宿すことができた。皆さん、罪があったら私たちのために死んでも罪を許すことができません。罪がないイエス様を宿すために処女でなければいけなかった。そのようにしてですね、聖書は、マリアを、そのような状態で、まだ結婚もしてない、男も知らないのに身ごもってイエス様を産んだ。また1-24、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと名付けた。そしてですね、イエス様のには弟がいたんですね。でも、異父兄弟、イエス様はお父さんがいない、聖霊によって見るもの。でもイエス様の弟たちはマリアとヨセフの子供でした。マタイ 13-50、この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダというのはイエス様の弟、でもお父さんは違う。マリアは処女だった。皆さん、これをですね、聖書はっきり言ってます。これを信じましょう。そして3つ目は、偶像視してはいけない。マリアを特別視してはいけない。ルカ 11-27、 イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが知った乳房は幸いです。あなたを産んだ腹、あなたを知った乳房は幸いです。これは何のことでしょうか。マリアは幸いだって、あなたを産んだお母さんは幸いですね。イエス様に言った時にイエス様は何て言ったか、その通りって言ったんじゃないんですよ。いやって否定したんです。そうじゃない。じゃあ何が幸いなのか。イエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。皆さん、幸いな人は誰ですか。マリアさんでしょうか。いや、神の言葉を聞いて守る人だ。皆さん、神の言葉を聞くってどういうことでしょうか。例えばですね、今日皆さん聞いてますよね。でも聞いても、そのまま、はい、聞きました、説教を聞きました、はい、終わりました、はい、さようなら、今までと同じでした。それは聞いてないんです。聞いて従う、聞いて実行するときに初めて聞いたっていうことなんです。皆さん、今日神様あなたに言います。聞きなさい、私の声を聞きなさい。それは聞いて従いなさいっていうことなんですね。皆さん、それが幸いな人です。皆さんが今日神の声を聞いて、そしてそれに従うようにイエス様の名で祝福します。アメン。皆さん、そうしたら皆様は幸いな人だ。そして皆さんは祝福される、幸せになる。じゃあここまでですね、まあ、マリアさんはですね、特別じゃないってこう言ってきました。じゃあマリアさんは、低く見ていいのか。そんなことないですね。まあカトリックは高く上げすぎだ、である人は下げるんですね。まあ単なる女に過ぎない、私は下女だ、はしかめだ。そうじゃない、同じように大切に扱うべきです。お互いに兄弟姉妹っていうのは愛し合うべき存在ですね。どういう存在か。自分の姿を見せたらね、がっかりしてね、ああ失望した、あんなひどい人なのか。皆さん、そうじゃないんですね。家族っていうのはひどくても恥ずかしくてもね、全部弱さを見せる。それでも許し、
それでも一緒に生きていく、住んでいくのが皆さん家族じゃないですか。家族の中でね、完全な妻、完全な夫、完全な子供に、もし一点でも汚れがあったら、お前は離婚だ、破門だ、感動だ。皆さん、そんなね、家族だったらね、全然平和がないですね。家に行きたくない、どっか他へ行きたい、家でしたい。家族ってのはそうじゃない、全部自分も分かってる。皆さんそうですよね。皆さんの弱さも全部家族は分かってます。その上で愛してるんです。皆さんそれが家族じゃないでしょうか。皆さんぜひそのような家族を目指してください。教会は神の家族です。本当の自分の姿を見せる。そして悪いことを見せてね、こんなに私は悪いんですよって自慢するのは違いますよ。そしてそのまんま悪いまんまじゃダメなの。でも私たちは自分の姿を見せて、はあ、苦しかったね、大変だったね、大丈夫だよ、お互いに普通に励まし合い、一緒に生きていこう、一緒に、良い人生を生きていきましょう。皆さんそういう家族、それが教会であってほしい、そう願います。皆さんマリアも同じ人だった。どうぞ私たちは偶像視しないように、カトリックの人たちとお話ししてるとね、マリアさんが特別だって言うんですよね。で、私たちはですね、マリア崇拝って言葉を聞きますけど、最近聞いたらですね、崇拝はしてません、崇敬をしていますって言うんですね。まあでも同じようなものですね。特別視はいけません。愛するしない、家族です。皆さん家族大切ですね。本当に大切な人としてお互いを見てください。同じようにマリアさんも愛する人です。ですこれが聖書の教えです。だからマリアさんが仲介者だっていうのは間違いなんです。お母さんマリアにね、どうぞイエス様と仲介してください、お母さんイエス様に取り継いでね、イエス様に言ってください、そうやって祈る存在じゃないんです。マリアも一緒にイエス様、マリアも一緒に神様って祈る人なんです。神と私の仲介者はイエス様だけです。第一テモテ2章5節、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。アメン。ただ一人です、イエス様。だから神とあなたはもう直接つながってます。まあ皆さんが女性だったらね、孫じゃないんです。まあ男性でも女性でもね、孫はいないんです神様。子供しかいない。孫っていうのは神との間に誰か人が入るってことですよね。立派な牧師さんや老和法王やの、それは入れないんです。直接神と親子関係なんです。皆さんのお父さんは神様です。そしてあなたは娘、息子です。それが聖書が教えることですね。だから誰が偉いか誰が偉くないか、そんなことないですね。世界に一つだけの花、昨日、路上でその歌を歌いましたけど、誰が一番なのか、そんなことは考えるのは愚かだ、きっと聖書から出てきたんですよね。弟子たちはですね、いつも喧嘩してたの。誰が一番偉いのか、誰が一番力があるのか、これが人間ですよね。しかし皆さん、私たちは家族です。聖書はピラミッドの形を教えていません。ヒエラルキーじゃない、教会は。じゃあ何か、体だって言うんですね。体、体の頭の部分はイエス様で、皆さん一人一人はその手足、体の一つ一つ、皆さんそこに何が優れてるか劣ってるかないですね。みんな違う、みんな素晴らしい。一緒に言いましょう。みんな違う、みんな素晴らしい。まあ、これは聖書の言葉じゃないんですけど、みんな大切です。みんな素晴らしいです。みんな違うんです。でも素晴らしい。皆さんお互いにそのようにして家族として、お互い、愛し合い支え合い
神様が愛してくれたように私たちお互い大切にし合っていきましょう。そして一緒に助け合って天国まで行きましょう。誰かが教会から離れたりね、信仰から落ちたとしたらね、家族だったらどうしますか、まあ、あんまり手出さない方がいいんじゃない、そうじゃない、もうそこにね追っかけてってもね、どんなことをしてもね、子供が崖から落ちそうになったらね、危ない、お母さんやらないですか、落ちちゃいけない、走っていくんですよね。だから誰か一人でも信仰から落ちることがないように、私たちはお互いに、助け合い支え合い、手を取り合って、天国に行きましょう。でそのような教会でこそ、これから人が救われてきたときにですね、多くの人がこの教会で養われて、さらに多くの人を伝道し、そして一緒に天国に行ける、そういう教会となっていくと思います。今日はマリアさんの受胎告知、誕生の告知を通していろんなことを学びました。今日ご一緒にですね、お祈りをしていきましょう。良き決断ができますように。マリアさんは無限大ではない、マリアさんは処女だった、マリアさんは特別なものじゃない、同じ家族だよ、家族を大切にし合っていける私たちでありますように。当然皆さんのお父さんお母さんや兄弟姉妹も大切にしてください。夫や妻、お友達も、特に神の家族を大切にしなさいと聖書を教えます。良き交わりが今日も深まっていくように、悔い改め、また愛を学ぶものでありたいと思います。一言で祈ります。天のお父様、ありがとうございます。イエス様の誕生の告知がなされました。いよいよ今年もクリスマスですけれど、良き、クリスマスを迎えることができるように、一人一人がこの、マリアさんに13歳、14歳、中学生の女の子に、出会った、その出来事を通して習いましたけれど、私たちも神からの声を聞いて、それを受け止め聞き従っていくものでありますように、イエス様の皆で祈ります。アーメン。皆さん、しばらくお祈りの時を持っていきたいと思います。聞いて従うものが幸いだ。イエス様がお会いしています。聖霊充満になるように、皆さんが聖霊に満たされるように、聖霊を受けることができるように、主よどうぞ今日一人一人を祝福してくださいませ。正しい1週間をお導きください。主に心から感謝と交換します。イエス様、あなたを愛します。安倍総理大臣がロシアのプーチン大統領と会談を勝負しています。良き会談ができますように。日本と諸外国、日米関係、日朝、日韓、日中、台湾、アジア諸国、その日本が世界の国々と良き関係を持っていくことができるように、また日本の中で良き国としてあなたが祝福してくださいました。例えば安倍総理大臣を呼んでくださる台湾連合が会議しようとしておりますけど、主はこの命にあなたの救いが訪れるように、
皇太子が天皇に、前主どうぞ福音を聞くことができるですから、どうぞ一人の人間ですから、ね、全く同じです。マリアが奉納されたように、天皇陛下もあの人なのです。日本では大変なつらくて弱い弱い上乾いてる、本当に神様を心から賛美したり、自由に人と交わりたい、そういう人の罪人だと思います。神様どうぞ、どないかのうちに新たな歩みがあるように、多くの人たち、日本に住んでいる全ての人たちに神様の祝福が新たな歩みがあるように、神様の教会に集まった一人一人が祝福されますように、問題が解決され、今日寂しさがあるならそれが解決しますように、今日苦しんでいたならばそれが解決しますように、主をどうぞ助けてくださいますように、心から感謝します。イエスキリストの皆で祈ります。天のお父様、祈りました。一人一人の祈りに答えてくださる主に感謝し、これから捧げ物をいたします。主をどうぞ、まさにものを受け止めください。イエスキリストの皆で感謝してお祈りします。皆さんどうぞ立ち上がってください。一緒に清しこの世でお感じします。これはかつて教会のオルガンが壊れて賛美歌が歌えなくなった時に、牧師が詩をつけ、そして音楽を担当している先生が、ギターで曲を作った。それが世界に広がっていったんですね。またこれは、マイナスをプラスに変えてくださる神様の出来事です。一緒に向かっていきましょう。立ち上がって清しとなる。Thank you.
こうして戦ったことありがとうございます。今までにその手を使って、風を引いたり調子を取る人も出てくると思いますけれども、どうかこの子が、この体の中心まで守ってくださり、また、本当に一方的な望みを私たち一人一人に与えてくださっていることを、ありがとうございます。また、この新しい習慣も神様と一緒に歩んでいくことができますように、日々、神様との時間を持つことができるように、私たち一人一人にアドバイスをください。今語りました献金を神様の御のために礼拝職場にしてお伝えください。神様の御になって感謝してお願いいたします。主に感謝します。主に感謝せよ。主はどこに平和に信じつまたかその幕が解くしよう。イエス・キリストが定められた聖餐式を行いたいと思います。聖餐式を通して一人一人が神様の愛を味わうひとときとなりますように。この儀式を通して神様は私たちを愛されているよ、大切にされているよ。神様にとってイエス・キリストは全てです、全部です。それを私たちのために与えてくれたんです。ということは、皆さんはそれほど大切な存在だよということなんですね。皆さん、どうぞ自分を卑下して、自分をダメなもの、足りないものとして、自分はそうだと思います。でも神様はそうじゃない。イエス・キリストを与えるほど、あなたは大切な。神様がそう見てくださっていることを、私たちは感謝したいと思います。その証拠が、イエス様の十字架です。イエス様は死んでくださいました。葬られ、蘇られました。イエス様の愛を今日味わっていきましょう。書道で祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ尽くし、共に福音の証に生きるものとさせてください。主、キリストイエスの名により感謝してお祈りをいたします。アーメン。私たちの手術は渡されるよ、パンを取り感謝してこれを先こうやりました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちの手術は同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために
私を覚えなさい。イエス様は血を流して契約を結んでくださいました。皆さんの救いは契約に基づくものです。絶対に失われることはない。神との約束、契約ですからね。皆さんそのことを感謝しましょう。一緒にいただきます。もう一度心を合わせてください。感謝の祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださり感謝をいたします。これによって主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願うことは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りをいたします。アメン。主よ、病気、また人間関係のトラブル、経済や、またこれからの行くべき道、迷っていたならば、神様を導いてください。また病気が癒されるように、ナザレ人イエス・キリストの名によって命じる、病気を癒されよ、健康になれ。ナザレから何の良いものが出るか、ナザレからイエスが出ました。このナザレ人イエスの名によって癒されよ。ナザレ人イエスの名によって命じる、悪魔悪霊ども出て行け、出て行け。聖霊で満たしてください。一人一人が、マリアが
恵みで満たされイエスを宿したように一人一人がイエスの御霊イエス様を宿すことができる聖霊十万人になるように聖霊を受けよ聖霊に満たされるように祝福してください。お天の父様ありがとうございます。一人一人の祝福を祈ります。聖霊に満たされるように聖霊を受けるようにお願いいたします。聖霊に満たされるように聖霊を受けるように聖霊にあふれるようにお願いいたします。お天の父様ありがとうございます。聖霊を受け聖霊にあふれるように祝福してください。聖霊であふれるように祝福してください。聖霊であふれますように聖霊であふれるように祝福してください。お天のお父様聖霊であふれるように祝福してください。聖霊であふれますようにイエス様の愛であふれるように祝福してくださいますようにお願いいたします。お天のお父様ありがとうございます。あなたの血潮で私たち洗い清められました。あなたの血潮で一人一人は雪よりも白く清められました。だから聖霊を宿すことができます。一人一人は祝福されています。神と私たちは一つの体です。一体です。神のものを全部私たちいただくことができます。そして私たちは全部神のものです。どうぞ神と距離を置かないで神に背を向けないで神様を真ん中に置いてこの一週間も歩んでいくことができるどんなことも神様と一緒にそして神に頼りながら行って生きていきます。兄弟姉妹をどうぞ信仰であふれさせてください。祝福してくださいますようにこれからお願いいたします。愛されている伺いは愛し合うことができるように神が愛したように互いに愛し合うことができるようにそして自分に対しても卑下したり自己を否定することがないように神様罪は否定しても自我は否定しても自分自身を神の目で見ていくことができるようにイエス様を見られ感謝してお祈りいたします。アーメン。誰よりもあなたをイエス様愛します。誰よりもあなたを愛してる。あなたを誰よりもあなたを落としめこの気持ちでしょ。
聴いてください。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。青峰願句は、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、そのましたお祝いをされるとともに、そのご家族、親族一同の上に、インターネットで礼拝をされた方々とともに、今も後も、よよ限りなく、あらぬことを。アメン。アメン。皆さんで一緒に神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。アレルヤ、アメン。どうぞお座りになってください。クリスマスが近づきました。毎月、毎回、お菓子とか、お交わりしてますけど、12月の24日でしょうか、クリスマスの午前中の礼拝の後に一緒に食事会を、やろうという、話が出ております。クリスマスには何か毎年しますけどね、ぜひ、お友達やまたね、あの23かな、まあ、あの何でもいいですね。25より前がの日曜日が23です。はい、じゃあ今年は最後の、平成最後の天皇陛下の誕生日とね、クリスマスが一緒になりましたね。はい、ありがとうございます。神様の祝福になります。